びっくりした？お、くまちゃんです。くまみーきです。ちょっと説明欄見えてないかも。わー、オッケー、うん、いい感じになった。すごいでしょ、後ろすごいでしょ、頑張って作ったんだ、イエイ。お、キータンさん、初めてショールーム来ました、これからも頑張ってください。ありがとう、キータンさん、初めて来てくださったのにこんなちょっと恥ずかしいけど、鹿じゃなくクマ、クマです、クマ、クマです。毎度、16時45分まで配信したいと思います。この後の予定は、あの、分かり次第 SNS と配信予定の方でアップするので、ぜひぜひご確認の方お願いします、お願いします。一人四角も、ほんまや、一人四角まで来てる。鹿と熊で、鹿と熊で、シカ VS クマです。50クマ完了、おーすごい早い、ありがとうございます。50クマこんにちは、ドゥンドゥンドゥン、ふんふんふん、皆さんお星様ありがとうございます、受け取ってます、たくさん来てます、届いてますよ。ちょうど休憩かぶったから見れてる、嬉しい。え、本当に、もかちゃん、もかちゃんお仕事頑張ってね。現在は7位で6位まであと、1,1,5,4,8,2 ポイントです。10万ポイント、頑張るしか。みーきはしかまろくんの被り物ないの？あるよ、しかまろくんの被り物あるよ。どこに手に入れた感じでした？いや、これは生えてきましたと、ある日突然生えてきました。50カウント完了です。あ、こいぴょんさんありがとうございます。皆さん50カウントとお星様自由連打お願いします。あ、もうこんばんはの時間ですね、なんとなくわかりました。もう外が暗くなってきたので、こんばんはの時間です。お、星全部投げたよ。もうすぐ出かけるので今日はここまでです。そうなんですね、今日ありがとうございました。12時からやってたんですけど、見てくださってありがとうございます。あ、西野みなみちゃん50カウントか、カウント完了ありがとうございます。配信ファイトです、ファイトファイトファイト、頑張るしかですね。あ、リンさん可愛いですって書いてくれて、わー嬉しい。この後の予定は、これから撮影があるので行ってきます。楽しみ行き、楽しみ行きです。帰ってきたらすぐするので待っててくださいね。
今日の1回目で、違う、あのいきなりこの配信で会えました。いきなり。いってらっしゃい。行ってきます。普通は動画、動画ではないかな。秘密です。あ、動画ってそういうことか。あ、どうでしょう、わかんないです。いきなり息最初ね、キャッチフレーズね、ここだけの話なんですけど、あの私のキャッチフレーズあるじゃないですか。で、そのあのキャッチフレーズね、いきなり息息って言うんですけど、最初歌だったんです。いきなり息息、ハートはドキドキ、一気にウキウキ、やっぱり息っていう感じだったんですけど、息息もドキドキもウキウキも言ってもらうことになりました。ある日を境に。あ、この風船さ、こうやって回してたらさ、いろんなとこ、あ、これが正解です。あ、すごい、これが正解。こういうの、こういうの、こういうの、そうだったんだ。そうやって、実はでもこれは初めて言いますよ、こういうね、初出しエピソードもしていこうと思うので。お仕事戻ります。撮影楽しんできてね。ありがとう、もかちゃん、頑張ってね、お仕事。いつ頃までそのキャッチフレーズだったの？いつ頃かな。え、でも割と、いつぐらいまでやったやろう。なんか交互とかにやってて、どっちがいいかなってこう試行錯誤してた時代。一周とカウント終わり。カニパンさん、ありがとうございます。わあ、何、スミスさん、ダイヤモンド、すごい、10個いただきました。わあ、すごいすごい、こんなんあるんや。こういうなんかダイヤモンドっていうか、キラキラしたの大好き。キラキラが好き。あ、爪さ見て、ほらネイルね、キラキラにしたんです。どう？見えてる？今日もお目目もキラキラにした。やっぱキラキラ好きだな。またアイテム出てきた。あ、そっか、タカシーノさん知らなかったのね。これね、今日の第2枠ぐらいから登場しました。声が変わる。風船です、アイテム。そしてヒーローもあります。そしてあります。なんですけど、ピンクもあったんですけど、割れちゃいました。ね、これなんで割れちゃったんやろ、さっき。めっちゃびっくりした。風船自分で膨らました？3つも頑張った。でも本当は4つ膨らませてたけど、4つ目のうちの1つがすごく寿命が短くて、そうなんです、割れちゃった。めっちゃ大変やった。なんか怖いしね、あれあるじゃないですか、アドバルーン、こうやって膨らませつ、それも
結構割れちゃうんですよね。ヘリウムガスはないのね。ヘリウムガスはないヘリウムガスでさ膨らませるんですかね、風船って。風船の声変わりそうじゃない？ハルトお昼寝から起きてミイキの風船に興奮してます。あ、本当にハルトくん、ハルトくん風船あるんだよ。今はピンクと、ちょっと怖い、ピンクと黄色とこれがあるんですけど、ちょっと怖いな、割れそう。こんな感じです、こんな感じです。ハルトくん風船やで、アタック、アタック。おう、たけちゃんさ、そうやねん、ハート型風船がさ目撃者やな、目撃者。変身変身、クマミキー。風船の声が、声が、声変わりします。ヘリウムガスってさ、どなた様のさ声もさ、あのさ、あの何、宇宙人みたいになるやんな。くまみーきやっほー、くまみーきやっほー。あ、まいちゃん来てくれた、待ってたで。おかむさん、そろそろ仕事戻ります。お仕事頑張ってください、また来てね、お暇な時。黄色って言ってます。お、はるとくん黄色って言ってる。黄色はスマイルって書いてます。スマイル怖い、パキパキ言ってる。確かにこれさ、黄色のさそばに置いてた顔色がこうよく見える。じゃあ黄色、ハルトくん黄色、黄色の風船です。うん、動物の鳴き声も変わんの？え、すごい。え、どうやってさ動物にさヘリウムガスできるん？バングロブさん初見、ハローハロー。1059人の皆さんこんばんは。かわいいな、ハルトくん。届け、ハルトくんのところまで届け。ハローフロムインドネシア。あ、先ほども来てくださってたかな、インドネシアの方。今日は2人目、すごい。え、日本語分かられてるんですかね。 I'm Miki、 I am Miki。98.463 ポイントで6位に行くそうです。あら不思議はあるんでしょうか。お、どうでしょうか。それはもうね、10日間あるんですけど、9月27日まで見てくださった方だけぞ知ることですね。タカシーナさんはもちろん全部見てくれるでしょ。あるのでしょうか、どうでしょうか。点って呼ぶのね。 98.463 なんて読むのこれ。点 98.463 ポイントで6位になります。45分まで配信しますね。点は読まないよ。え、そうなん ?98463? でも1101000万、98万か。463ポイント。マスカルポーネさんこんばんは。9万8000、9万8000やって。
だいぶ違う呼び方してた。98万って言ってたで、ミキ言ってたよな。ちょっとね、あの数字のさ、電卓とかさ使った時にさ、なんか小数点の位置がさ分からなくて、あのいつも四苦八苦してるんですよ。なんかもうなんて読むんだみたいな。機会があればインドネシア、すごい、バングロブさん日本語ですね。インドネシア語って英語でも伝わるんですか？機会があれば、すごい、あのインドネシア、ブラックタイガー、違う違うっけ、エビ、エビ from インドネシア、違うか。あ、少しずつできるんですね。すごい、ハロー、アイムフロムインドネシア、すごい、インドネシアの方たくさん、マハルディカさん、すごい、今日たくさんインドから来てくださる。点ではなくカンマだよ。あ、カンマ、そうや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 。あ、まいちゃん50カウント完了、ありがとう。仕事中だけどこんにちは。ようちゃんさん、お仕事お疲れ様です。お、イエス、エビ。すごい、エビってこう書くんや英語で。すごい、かわいいね。なんかエビ、エバイみたいになってる、エビみたいな、すごい。 Yes, エビ、すごい。他何あるかな、インドネシア。カレーはまた違う、カレー、カリー、You are from カリースペシャルフー、合ってるか？お、すごい。欲しい週50ミキシカちゃん、なにあちゃん、エビだ、エビで伝えるのやけど、塩でお邪魔します。あー、ちょっとお邪魔します。ほい、インドとインドネシアは違う国なん？そうなん？お隣さんとか？カタカタしつ、風船をさ触ってるねん。風船、なんか寂しかったか、この風船触ってるけど怖いからパン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 ってやって、今週のお話し会も楽しみいきです、楽しみです。明日明後日お話し会やります、あります。明日、あ、明日の配信時間はまた今晩にあのツイッターでアップします。明日もねちょっと忙しいんですよね。握手会終わって、配信できた、あ、でも朝から配信して、握手会オンライン話し会して、また配信できたらして、夜中っていうか夜に配信するっていう、まあざっくりとしたスケジュールちょっと今日考えますね。お、カニパンさん明日行くよって、じゃあ、 あのお名前言ってくださいね、カニパンですって話しましょう。応援しましたよ、ようちゃんさん嬉しい。
明日明後日お仕事か、たけちゃん。オーナーフィストさん、明日会えるかな、明日会えるかな。あなたは JKT48 で誰を知っていますか。あの結構前なんですけど、ニューシップ歌ってた時にメロディーちゃんとお話したことはあります。もう結構前です、何年も。わーい、お星様届いてます。いつの間に、ちょっと待って、星がずれてるじゃん。あれか、充電させた時か。ああ、わあ、なにこれ。ちょっとあげるね。ほいほい。わあ、ちょっとセッティングし直すわ。星がさ、ずれちゃったやん。ちょっと星がずれちゃったやん。ナンバー鉄砲でおめでとうございます。ありがとうございます。では出かけてきます。バイバイシカ、お出かけいってらっしゃい。ようなフィットさん、ブレブレ。星は自分で切り取ったの。え、そう、自分でやったよこれ。これね、ちょっと見えないけど上もあるんですけど、こういう感じで皆さんからいただいたこお星様を、あの最初は髪の毛の方にこうね、おしゃれとしてヘアアクセとしてつけてたんですけど、なんかたくさんいただいたので皆さんにもあの見ていただきたいなと思って、こちらにちょっと装飾しました。お、あやのちゃん、初見さん、めちゃめちゃ可愛い、 NMB 好きです。ありがとう、 NMB48 好きでいてください。すごい細かいこと頑張ったね。そう、いろいろ背景も変えていくので楽しみにしててください。トロフィー見て感動した。もうね、あの1位のさ、トロフィーさ、なんか大きくてなんか嬉しかった。トロフィー1位、なんかトロフィーもなんか、すごい、もらえるだけでもすごいのにそれを1位っていうのはね、またまた感動ですよね。嬉しいです。クマことシカです。正解、星散りばめてるの可愛いです、花丸。やった、褒められた。褒められるとやっぱ嬉しい。そう、星散りばめて。でもさ、これさ、耳でさ見えてる、この字。お話し会またあったらみゆきちゃんのケントって話したいです。おお、本当に、あやのちゃんすごい。じゃあ、もしお話しできることになったら、あのショールームのって教えてください。あやのですって。嬉しい、女の子やんな、嬉しい。いつからカラオケのチルドから同じ気持ちだったよ。本当に、いや、あんまり覚えてないんですよね。なんか動画さ見てわーってなってたけど。お話し会なんか回線安定しないから不安ね。え、なんかあの前のさ、ズームよりもどっちの方がいいですか皆さん。ズームとアイルワールドでしたっけ。あと4分で終わります。これさ、シール貼っててんな、ここに。あ、あやのちゃん、女の子頑張って剣取ります。ありがとう、嬉しい。何歳、あやのちゃん、嬉しい。うん、10月4日仕事がまさかの休み。お話し会取ればよかったと後悔してる。
そうなんだ、お仕事頑張ってね。あたけちゃんやんな、また会えるの楽しみにしてます。 PC は安定してたよ。あれ携帯がってこと？ズームの方が良かった？あ、そうなんや。アプリもいい？ズームやりやすいけど、うーん、そうよね。19歳なんや、彩乃ちゃん。高校生かな？え、あ、高校生卒業か。大学生か。あなたはとても可愛いです。え？嬉しい。I'm happy! I'm happy! イェーイ。初めての星はボロ泣きした。暴れ八着さん。初めての星な、ちょっと大学2年生か。あ、大学2年生ね。いろいろ就活はまだかな。頑張ってね。来年成人式か。目からダイヤモンドこぼれてるじゃん。あれです。うん、合ってる。ダイヤモンド、クリスタル、キラキラ。もうちょっとで43分だから、あと2分、43分になりました。あと2分です。ではランキングを読みたいと思います。13位、ゆうさん、ありがとうございます。12位、島道場さん、ありがとうございます。11位、むくろさん、ありがとうございます。10位、シューマイさん、ありがとうございます。9位、イケメンエキストラさん、ありがとうございます。ごめんね。8位、YK さん、ありがとうございます。7位、ケンセイさん、ありがとうございます。6位、MSK87 さん、ありがとうございます。5位、タカシーノさん、ありがとうございます。4位、スミスさん、ありがとうございます。3位、タナちゃん、ありがとうございます。2位、ヤフミチチャンネルさん、ありがとうございます。そしてこの枠の1位はおホールさんでした。ありがとうございます。すごい、アイコンが NMB48 のうちは持ってるよ。すごい。お、あと1分ですね。なんかちょっと1分ずつ遅れちゃったりしたから46分までやります。遅く始めちゃった時に3時間半信できないかもしれないから46分までやります。お疲れ様でした。また来ます。ありがとう、彩乃ちゃん。ハウルさん、あ、ハウルさん、すごい。こんにちは、津田さん、津田ひろふみさん、こんにちは。ネキストミーキちゃん SNS にて。そうです、ネキストミーキちゃんはいいね。ネキストミーキちゃんは懐かしい SNS です。はい、ありがとうございました。こちらこそ。今7位です。夜配信はいつかな。ちょっと夜になっちゃうかも。21時は確実に過ぎちゃいます。前の AKB の話し会のアプリ途中で切れてすいません。いや、あれだよね、54321って出るからね。見とくね。ちょっとお話盛り上がりすぎちゃって。お、46分になりました。2007人の皆さんに見ていただきました。それでは、それでは、じゃあネキストウィーキちゃんは夜21時以降になります。 SNS のチェックお願いします。ウィーキでした、バイバーイ。行ってきます、お仕事行ってきます。また後で。